私の専門というのは有機化学、化学です。で、有機化学っていうのは、平たく言うとその周期表で言うとこの炭素を含んだものを有機物というもので、我々 の, その体の生命体も有機物でできていくわけですけれども、その中でも有機合成化学といってその有機物を人工的に作るっていうところです。デザインするっていうか、こんな分子っていうのがこうできないかなっていうのをあらかじめ設計しておいてですね、でそれが実際にフラスコの中でこう発生できるっていうことを試しています。世の中できてないものを作るっていうところが、そこに当てはまるのかなと思います。未来の材料を作っていく、そうおっしゃる通りですね。だからそれがその新しい機能の発見とかにもつながると思います。でそこの面白さ何かというと、誰も作ったことないので、予想はできてもわからない。だからそれを手にしてみて初めてそのものを見れるっていうところの面白さですね。その頭の中でこういうことをできないかなっていうところを考えて、それを実践していって、そこをこう実際にこうそのゴールに向けてたどり着くっていうところが、一つの面白さであるんですけども、うまくいかないことの方が多いですね。でそれは当然私一人ではやってないわけで、研究チームで、自分の研究室の学生が、共同研究者としてやっていくわけですけども、その中でうまくいかないときに、むしろそのうまくいかない原因をこう探りながら、また改めてこういろんな作戦を立ててですね、またその合成の実験を試していくというところの過程ですよね。非常に面白いところで